準備をしようかなと思った配信でございます。こんにちは。まだすっぴんなんですけどメイクしようかなと思っております。ちょっと待って、いいやこら、いいやこら、いいよ、よし、鏡を入手した。お腹すいちゃったな。ご飯食べたんだけどね。こんにちは。こんにちは。ということで、よいしょ、メイクポーチ、今日もメイクしていきます。可愛くなっちゃうぞー。そういえばね、今日午前中というかこの時間まで起きてから何をしていたかというと、確定申告の書類をまた作ってて、マジで死ぬほど終わらんどうしたらいいんだ。マジでなんか今ちょっと分かんないところが一個あって、そこでね一生つまずき続けててね、めっちゃ調べてんだけどマジで分からん。やちさん、タコちゃん、ありがとうございます。ちょっとあのクリーム持ってくる。ちょっと待っててください。そう、今日はねお話し会でさ、そうゆうなちゃんと会えるからさ、この前デートした時にすっかり渡しそびれたバレンタインのチョコを今日は持っていこうと思っている。よかった、すぐ会える機会があって。危なかったぜ。そう、あ、絶対忘れないようにと思ってさ、もうなんか家出る時に絶対にさ通るところに置いといたのにさ、忘れてったんだよね。マジでなんかポンコツとかいうレベルじゃないんだけど、どうしたらいいんだろうポンコツとかいうレベルじゃない。なんか今日さ顔むくんでるんだよね。昨日むくみ取りのさサプリ飲むの忘れちゃったからさ、むくんでるんですけど許して、そういう日もあるっていうことにしといて。でもさ、そのゆうなちゃんのために買ったチョコがさ5月ぐらいまで持つんですよ、賞味期限が。だからちょっと良かったと思って、最悪渡すの遅くなっても大丈夫だったから良かったんだけど、でも早めに渡せて良かったですね。黒のペイズリーパーカーかっこいいね。これねもらいました。そう、ザラのやつ。ザラでさこんな可愛い服いつも見つけられないんだけど、みんな買い物上手だよね。なんか今日顔むくんでるな、ちょっとむくんでるな。ちょっと待って、もう一回取り行ってきていい一回でさ化粧水とかさ、いやクリームとかさ洗面所からちゃんと持ってくればいい。画面からインしたりアウトしたりしてほんとすいませんね。なんとよいしょ、なんと効率の悪いやり方を私しているのでしょうか。マジでさポンコツすぎん。メイク配信するって決めてるんだったらさ準備しとけよって感じなんですけど、ちょっとギリギリまで確定申告やったから必死。マジ締め切りまでにさ出さないとさ
やばすぎてさ、毎日必死ですよ。毎日必死。端っこにいるのはわざと。あ、すみません、ちょっと今ね、鏡を見ながらやるとねそうなっちゃうんですよ。あとね、画角的にね、ちょっとこれ以上カメラを右にね、右っていうかこっちに動かすとね、後ろの棚が見えちゃうっていう。後ろの棚が割と整理されてるな。でもあんま映したくないからさ。そうなんですよ、ちょっとお家の画角的にね許して、できるだけ体で真ん中に行くようにするけど、ちょっと鏡を近くで見たいときはちょっとこうやってアウトする可能性はある。よし、ちょっとあの顔むくみすぎてたんで、今二重の癖づけをやっときました。後で外しますけど。お話し会は何時から？17時何分とかです。集合時間は覚えてんだけど、細かい時間忘れちゃった。今日はどんなテイストのメイクなんやろ。え、そんなメイクのテイストとか別にないですけどね。いつも変わらないですけどね。そんな今日はプリンセス風とか別にやってないからな。11時45分からです。です、よろしくお願いします。こんにちは、るんちゃんに。あ、るんちゃん愛媛から帰ってきてるんですね。あ、そっか、あやねちゃんか今やってるの。ちょっと2期のメンバーのスケジュールあんまり把握してないんだよね。ゆうなちゃんが今月末にまた行くみたいなのはこの前聞いた気がするけど、申告は国税庁ホームページの申告書作成コーナーで10分ぐらいだった。あ、本当ですか？青色申告ですか？青色申告さえそんな簡単じゃないんだけど、なんかなんだっけ、複式簿記書いて、バランスシートみたいなやつ書いてみたいな。わかんないってずっとやってる。そう、マジずっとわかんない。わかんなすぎて激そう。マジでなんかさ、バランスシートってやつさ、なんか金額が合わなきゃいけないんですよ、何かと何かの。合わなすぎて、絶対計算ミスどっかでしてるじゃんみたいな。計算ミスもしくはあの書き込みミスしてるじゃんと思って絶望してる今。絶望の淵に立たされてるね。頑張ってます。アイドルの配信の話とは思えないな。何確定申告の話してんの。すいません、もっと楽しい話しますね。こんにちは。なんでね、今日中に終わらせようと思ったんですけど、また新たな謎が生まれてしまったのでマジで終わらないんですよね。入力したら自動で計算してくれない。まあソフト使ってないからね。ソフトお金かかるんだもん。お金かかるから自力でやるよね。そう、謎解きずっとしてる気持ち、本当にこのお金は何みたいな。どこ
にどう計上したらいいのこれはみたいな、ね、謎解きしてますね。最近ファンデーション筆で塗るようになりました。成長です。筆で塗るようにしたらマジ肌トゥルトゥルになるようになった。めっちゃ綺麗じゃない？マジ綺麗なんだけど。ちょっと待って、雑だった。こんにちは。このパーカーはザラのやつですね。ファンの方からいただきました。ありがとうございます。ザラね、結構いい服置いてあるんだよね。好きですね。今日はチョコミントの日。あ、そうなんだ。チョコミント食べれないんだよな。チョコミント食べれない派閥の人間なんです。世の中にはチョコミントを食べれる人と食べれない人がいるんですけど、食べれないんですよね。こんにちは。なんかさ、ミントがね基本的にダメなんですよ。そう、なんかチョコだからとかじゃなくて、なんかチョコミントだからっていうか、ミントがねダメなんですよね。スースーする系が基本苦手なので、ミントも苦手です。そんな感じですね。サリーの服って他で見たことない唯一無二なのおめえ。なんかさ、変わった柄が好きなんですよね。あんま人と被らない服が好きです。しけんさん、こんにちは。こんにちは。でもこの前の配信でも言ったんですけど、人と違う服が好きなのに、なんか人に服いじられるのめっちゃなんか嫌なんですよね。なんか、あ、その服かわいいねとかならまだいいんですけど、え、その服すごいねって言われた時って、え、すごい変な服着てるなっていうのがこう裏に込められてるわけじゃないですか。すごいねって言われる時、あ、この人は今私の服変だなって思ったんだな、え、やばい、おしゃれじゃないって思われたかもって、すぐあのネガティブになっちゃうんで、あの人に服の服について言及されるの苦手です。めんどくせえ、めんどくせえやつです。そう、めんどくさい捉え方します。だからね、あんまりいじってほしくない。でペイズリー柄ね、それすごい好きですね。ペイズリー柄ってあのバンダナと同じ柄なんですけど、そう、なんかペイズリー柄ってなんかその草木とか自然をイメージした柄らしいから、なんか良くない、良くないですか、すごいねってよく言われるの。え、そう、なんかめっちゃさ、真っ赤のコート1個持ってるんですけど、なんかそれ前握手会、違う、お話し会の時かなに着てったら、メンバーになんかすごい服だねみたいな言われて、なんかそれちょっとね、バブリーな感じなんですよ。すごいバブリーだねって言われて、それ以来なんかいじられるのトラウマで一回も来てない。やばくない？そう、いじられたのトラウマすぎて、めっちゃお気に入りのコートなんだけど一回も着れてない。そう、心が弱すぎていじられたらなんか自信なくしちゃうんだよね。シュンってなっちゃう。そう、こんにちは。マジで着れなくなっちゃった。あ、この服はバブリーに見えちゃうんだと思って、着れないやと思ってね、一度も着れなくなりました。でも好きなのでずっと撮ってあるんですけど、マジでもったいない。そう、軽井沢のね、アウトレットで買ったんですけど、
ちは。ザラの服すごい似合ってる、ありがとう。眉毛めっちゃ綺麗じゃない今日最近さ眉毛マジ綺麗なんだよね。ちょっとめっちゃ左右対称じゃない、上手なんだけど。眉毛マン、眉毛綺麗マンですね。眉毛、眉毛の調子良き。私は気にしたら負けという気持ちでいる。いや思ってるんだけどさ、なんかそれだ、なんかそれ以外の服は割といじられてもまだ着れてるんだけど、その赤のコートだけはマジで一度も着れない、着れてない。何回かその家の中で出る前に着るやん、鏡見てやっぱやめとこうかなって言って何回もさその服ハンガーに戻してる。そう、また着たいな。私もめいに昭和の服装だねって言われてショックだった。いややっぱさ、そのなんだろう、相手はその悪口とかその下げるつもりなくてもなんか心に刺さっちゃう言葉ってありますよね。あ、そうなのかって、でそのそれがトゲみたいに残っちゃって着れなくなっちゃうみたいなね。服だったとしたらありますよね。しかも相手もそれ悪意があって言ってるわけじゃないからさ、そのもうなんか自分の中で消化するしかない辛さありますよね。日本代表みたいな、え、そうなんですか。日本代表の人はペイズリー柄着るんですか。ごめんなさい、スポーツマジ見なすぎてね、そのユニフォーム的なサムシングマジで一個も分かんないんですよね。SNS に上げてありかなしか試してみた。え、じゃあなしって言われたらもう二度と着れなくなるじゃんなしになったらもう捨てるしかないじゃん。そんな自ら地雷を踏みに行く？よいしょ、こんにちは。自分もメガネ外してコンタクトにしたら顔がおもろいと言われてシュンとした。いやそうだよね。まあそう、わかるんですよ。言う人の気持ちもわかるやん。あのいつもと雰囲気が違うからこう違和感、あの悪い意味でもいい意味でも別なくただただ違和感あるってのを言いたいだけなんですけど、あのちょっとこう気にしちゃうときに、最後メガネした姿なんかこういつもと雰囲気違うねって言われてから、あーメガネであんまりそうレッスンとか行かないようにしようと思った別になんかさ、あの悪い方向で言われたわけじゃないんだけど、なんかこうちょっとこういじられるとちょっとシュンとしちゃうよね。めっちゃわかる。ちょっと待って取れない。わざともに何気おしゃれだよねって言われた時は褒められてんのか分からなかった普通におしゃれって言ってって感じだよね何気って言われると、ん、なんかちょっともしかしたら変なのかってちょっと勘ぐっちゃうとかありますよね。こんにちは。しけさこんにちは。まあ普通にあれですけどね、メガネでレッスン行かないのは普通に踊ってる時メガネ飛んでいくことがねあるんですよ。なぜなら私の動きが激しいから。そう、私のダンス激しくってさ、メガネしてレッスン受けるとさ飛んでっちゃうんですよ、よく。それもあってね、あんまメガネでレッスン受けないんですけど、もうなんかどうしてもコンタクトがないですみたいな時はメガネで行っちゃったりするんですけど、実用性も兼ねてね、あれなんですけど。まああとこのご時世になってからメガネするとマスクで曇るんですよね。だから外出するときは基本的にコンタクトにしちゃう。
家の中だったらさマスクしないからさ結構メガネで生活するんですけど、そう目悪いから。そう、あ二重の癖付けしたのにもう戻ってきちゃった。今日はまぶた重いな。え今日めっちゃ奥二重かも。みんな気にしないでください、今日は超奥二重です。もう奥二重の日ってテンション下がるよね。なんか日によって二重幅違うんですよ。なんて不便なお目目をしているの。調子がいいとね二重ちょい広め二重になれるんですけど、今日は調子が悪いですね。今日目何色に塗ろっかな。オレンジブラウンにしようかな。マジ奥舞台。起きた瞬間から癖付けしとかないといけないやつでしたね今日の重さは。なんかそのあんま二重幅安定してないから朝起きてすぐとかに、てかなんかちょっと数時間ぐらいあのなんかテープとかで癖付けしとくと、あとメイクするときに外してもあのそのまま固定されるんですよ。なんですけど今日はもうちょっと短時間だったのでね、もうすぐ落ちちゃいました。定着しなかったです。メイクするときにさその癖付けみたいなやつつけとくとメイクしづらいし、目つむったとき見えちゃうからあんまし普段はしてないんですけど、癖付けだけでやったりする、癖付けのためだけにやったりするんですけど、今日はその力及ばずといった感じで今日はちょっと奥二重で勝負していきたいと思います。今日こっちの目マジで奥二重、マジで奥二重。初見さんこんにちは。生まれつき奥二重だから変なことすると見えになっちゃう。あ、そういえばさ、こっちの目もともと見えですよ。そう、こっち見え。こっちは今日はただの奥二重だけどいつも見え。もうなんかさ元の目見えです。そう、2本線ある。なんか2回二重みたいなことが行われてる。そう、な変な目なんだよね私。なんかマジさ、なんだろう、他の人の目羨ましいなっていつ、いつも思う。マジでいつも思う。なんか幅広パッチリ二重とかマジでもうそれだけで人生得してるやんって思うもん。ハマちゃんとかマジでいい目してるよね、かわいい。自分の二重あんまり得意じゃないです。よいしょ、可愛いお目目ですよ。なんかちっちゃくなるんですよ。奥二重の人ってね、ちっちゃく見えるんですよ、目が。そうだからさ、一重なら一重でいてほしい。狭い二重が一番損。一重だったらさ、もう一重用のメイクみたいなのでさ、かっこいい系にこうバチってシフトチェンジできるんですけど、中途半端に奥二重だったり狭い末広二重だったりするから私。ただただ目のちっちゃな二重の人になっちゃうんだよね。そう、二重なんだったらもっとバッチリ二重であれよって思う。そう、しかも奥二重だと広げにくいしね。そうそうそう、なんかあのアイテープみたいなやつで一重の場合はこう広げやすいんですけど、奥二重だと元の線がすんごい邪魔してて広げられないんですよ。広げにくいんですよ。だから
どっちかに寄ってほしかった。中途半端な感じが一番あのメイクでどうにもできない絶妙な位置にいるもう付き合っていくしかありませんみたいな不便って感じですね。まあ、なね、めっちゃ不便ですね。そういえば今日めっちゃお昼間にやっちゃったなと思ったけど、今日土曜日ですもんね。お休みの方も多いから平日のど昼間にやるよりは見やすいのかな。まあ、お仕事の方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、世間一般的には土日はね休日という方が多いですから、そう土日だからって話するとうちは土日休日じゃないですってコメントが来ちゃうんですけど、世間一般的には多いよっていう話ですからねこんにちは。昨日は休みだったのか、私昨日そう美容院行ったりしてたけど、土日とお話し会をやって月曜日に、月曜日一回休みだな、また月曜日に家でめちゃくちゃセリフの練習する日になるんだろうな月曜日はね。で火曜日にはバッチリ頭に入れた上で稽古に行きたいね。いやーマジで私ちゃんとね、そろそろバッチリ覚えたいんですよね。まだこううろ覚えの箇所がある。なんか自分のさ現段階はあのシーンごとにやるのであれば全部セリフ言えるけど、全部通しでやりますって言ったら多分飛ぶと思う。だからまあ割と覚えてる方ではあると思うんだよね今。そう、まあ鉄ほどセリフが多くないからね今回は。そう、主役じゃないから鉄ほどセリフ多くないのでかなり覚えやすい感じではありますな。仕事あった、お仕事お疲れ様。覚えられるだけでもすごい。でも私結構時間かかる方ですけどね、セリフ覚えはあんまり良くないです。私も未だにジョンマイのセリフ言える。すごいね、それジョンマイのセリフ逆にあんま言えないかもしれない。もうなんか太郎のおじさまとかは言えるけどあの長いセリフとか多分もう忘れかけてる。そう、みんなの方がね覚えてる説あるね。なのでこの土日月でセリフをしっかりと入れたいと思っています。あ、歌はね、歌はバリバリ歌えるわ。歌は全然、歌って忘れないよね。歌って数年は忘れないから歌はねいけますね。
ジョンマイ DVD 欲しいな。ジョンマイね、あの私が出た時じゃないけど DVD 出るっぽいんで、例年通りね、新劇場例年出してるんで、多分あの準備でき次第販売になると思います。ちょっとさや鉄ではないですけど、ゆい鉄ですけど。ぜひぜひお買い求めくださいませ。まだ出てないですけど、出たら、そう、こんにちは。しげんさん、こんにちは。こんにちは。お腹すいたな。話し会が始まる前に何か腹ごしらえをしよう。今日はお弁当が置いてあるはず。会場に。あ、まつげ抜けた。そう。よいしょ。何の話しようかな、今日。もう、そう、昨日ね。夜あのあと確定申告やってて、また確定申告の話してるんだけど、夜更かししちゃったんですよね。結局なんかやっぱ夜強いから、なんか作業始めると眠気ぶち飛ばせるから、夜更かししちゃってちょっと良くなかったなって反省してる。健康のために非常に夜更かしは良くない。なんか昨日の夜のうちに終わらせるぞと思ったら意外と終わんなくて、まあ、今日もやってたんで終わってないのはお分かりかと思うんですけど、もう今日で終わらせるぞと思って昨日の夜やったんだけど、なんか新たな問題が浮上してきて、あれみたいな、終わらんないけどみたいになって、マジで終わんない締め切り来ちゃうよ、のんびりやってたら。なんか個人事業主の確定申告って本当にえぐいんだなって思ってる。世の中の個人事業主に、皆さんに尊敬の眼差しを送りたい。サリの夜更かしやりたいやばめなイメージ。え、そうなの。そうなんですよ。夜更かし得意なんですよね。マジ無限に起きてられる。こんにちは。みんなも夜更かしには気をつけよう。私が言うことじゃないですけど。私が言えたことではまるでないんですけど。夜更かしできるだけしないようにしようね。今日はちょっともう奥二重なんで、ちょっと切れ長の目のメイクに しました。まあ二重がね、パッチリ目の日はね、あのまん丸目に したりするんですけど、まん丸っぽいメイクにするんですけど、もう今日はもう目がちょっともう開いてないんで、普段より。ちょっと横長にしてみました。こんにちは。でもさ、うちのママとかさ、マジで夜更かししないんですよ。本当も10時台とか11時台に寝るんですよ。マジですごいなと思って。
でもなんか夜更かししちゃう人ってその一日にまだ満足できてないみたいな言いますよね。まだ満足できてないからこう夜更かししていろいろやりたくなっちゃうみたいな。なんでママはあんな早くに寝ようという気持ちになれるんだろう。割と結構さ、どんなに眠くても夜更かししたくなっちゃうんだよね。いや今日マジで欲舞台なんだけど、ちょっと待って全然自分の好きな顔になれない。今日次の日休みなら夜更かししちゃう。そう、うちのママね、次の日休みでもねちゃん寝るんですよ。すごいよね。いやほんとさ、ここ3日前ぐらいは早寝早起きずっとできてたから戻したい。早寝早起きしてた時ってマジで体の調子良かったから、そう、ちょっと本当に今日は早く寝なくちゃって毎日言ってるけど、今日は早く寝ようと思ってて、でも今日終わんのね遅いんだよね。家帰ってきたらもう夜なんだよな。まあでもこの時間にねショールームできてるので、お家帰ってきたらお風呂入って寝るだけなのでね、大丈夫かなと思うんですけど。ママから LINE が来た。夜は起きててもろくなこと考えないからねって来てた。間違いない。夜更かしはねメンタル的にも良くないよね。体のコンすごい巻き舌でした。体とか言ってた。体のねコンディションも悪くなりますけど、メンタルのコンディションも良くないですから。なんでさ夜ってさこうネガティブな考えに行きがちなんだろうね。人間太陽浴びてるとポジティブになれるんかな。そう、はい、切れ長になりました。お目目がさて、これはメイクが崩れにくくなるスプレーです。ちょっと待って、 OK、 ねえ、さあ髪の毛セットしなくちゃな。今日まだこれブローしただけのまん丸なんですけど、今日なんかこれでもいけそうだよね。髪の毛全然いけそうじゃない？なんかおまとまりになってる。なんか昨日病院行った時にカットしなかったんですよ。カラーだけなんですけど、なんで髪型何も変わってないんですけど、昨日から。今日なんかこれでもいけそう。セットしようかな。どうしよう。でも明日と2日間あるから、どっちかはなんかうねうねさせようかなって思ってるけど、どっちかはこの丸っこい感じでもいいかなって。思ったりもしてます。それだけ短いってヘアアイロン使うことはない。いや全然使えますよ。使います。うん、今日のメイクこんな感じ。いいですね、髪色。ありがとうございます。さあもう気に入っています。これさ、なんか室内だとそんななんですけど、太陽光当てるとめっちゃ赤いんですよね。赤紫みたいな色になる。そう、太陽光当てるとめっちゃ赤なんですけど、こう蛍光灯の下だと割と茶色めっていう
マジいい色、なんか主張激しすぎないけどちょっとオシャンな感じで。待ってさ、今気づいたんだけどさ、あ、みんなから見たらこっちかな、あのバナーみたいなやつあるじゃないですか、配信の左上に表示されてる、キスバイエイトになってる。初めて知った、今日今気づいた。いや、いつからなってたんだろう、全然気づかなかった。すごい、キスバイエイト、よろしくお願いします。みんなから見たらこっちかな、多分私から見たらあっちにいるんですけど、こっちだと思います。イエーイ。こんな感じでいいかな、今日の顔。なんか足りないとこあるかな、わかんない、後で自撮りしよう。言われて気づいたね、あんま気にして見てなかった。さて、そろそろ終わりにするかな。てて出発する準備しなくちゃ、遅刻しちゃうわ、遅刻しちゃうわ。ランキングエンド終わりにしますね。めっちゃ可愛い、ありがとう。この中からさ、今このメイクポーチこれなんですけど、あのあれ持っていくやつを選別する作業も今からしなきゃいけない全部持っていくと重たいから、もうメイク直しだけでいいからさ、こんなメイクちゃんとしてったら。さて、ランキングエンド終わりにします。よいしょ、ピッピピー。13位バイクコトさん、ありがとうございます。12位ヒラリンさん、ありがとうございます。11位江田さん、ありがとうございます。10位ともちさん、ありがとうございます。9位たてまけんけんさん、ありがとうございます。8位ラピスさん、ありがとうございます。7位キャロンさん、ありがとうございます。6位ケンソリセブンさん、ありがとうございます。5位ヤスさん、ありがとうございます。4位ピアノマンさん、ありがとうございます。3位マンダリンさん、ありがとうございます。2位ヤチさん、ありがとうございます。そして1位はトメさん、ありがとうございます。イエーイ。では後ほどお話し会でお会いしましょう。またね、バイバーイ。